甲府会館は山梨県甲府市にかつて存在した商業施設である。甲府空襲を受けた直後の松林県1945年7月撮影中央本線が全線開通し、その後も電化、伏線化が進捗していた昭和初期頃から東京市に本店を置く大手百貨店が甲府へ出張販売を行うようになり、それに危機感を持った 甲府の商店主たちが商業ビルディングの建設を発表し、1931年に着工した。途中昭和教皇の煽りを受け工事が中断したものの、地元甲府の菓子店である松林県が事業を引き受け、1937年に県内初の百貨店である松林県デパートとして開業した。地上6階、地下1階に、 ショッピング街や食堂などが入居した松林試験デパートは、翌1938年に開業した岡島百貨店と共に、交付のランドマーク的存在であったが、1945年の交付空襲により外部は焼け残ったものの内部が損壊したため、終戦後は百貨店としての営業を休止し、空襲により消失した山梨日日新聞の印刷所となった。 百貨店として営業を再開すべく、1954年に静岡県浜松市にあった松菱の資本援助を受けて改修を行い、甲府松菱として営業を再開。これ以前の1948年に中込百貨店が開業に閉店し、駅南口周辺には3つの百貨店がひしめき合う激戦区となった。その頃、地元山梨出身の長野県自要する 国際工業も、甲府で百貨店事業を営もうとするが参入する隙がなかったため、国際工業は、甲府松菱に注目し1961年に山梨交通と共に譲渡され、参加に収めた。買収後も、甲府松菱の名前は残ったが、2年後の1963年に、山港百貨店と名前を変えた上で廃止となった。 山梨交通電車線の甲府駅前駅や土地に完成したビルに移転9年に及ぶ甲府松市としての営業を終了した詳細は山高百貨店を参照甲府会館跡地に立った道民院員の一角で営業を継続している松林県甲府松市撤退後は1階部分に松林県の販売所とパチンコ店が2階から上に中華料理店キャバレー 特殊浴場が入居し、成人向けの娯楽施設として営業していたが、松林県の販売所とパチンコ店を残し閉店。一時期、チェーン店の居酒屋が入居したこともあるが、こちらも撤退し、2001年にパチンコ店が撤退してからは実質空きビルとなり、さらに2004年にはビルの外壁が落下する事故も発生するなど老朽化が、 進行したことから2005年や秋に建物は解体された。跡地はホテルチェーンであるドーミーインが2007年により営業を行っている。なお、現在も上記ドーミーインのビル1階1角に蒸気菓子店の松林県が営業している。ありがとうございます。